はい、こんにちは、外浦です。久しぶりの株動画になるんですけども、11月のね終わりぐらいからちょっと株をいじってまして、まあ、それでねちょっといろいろやったり、追加で、部品取り付けたりとかしてね、まあ、それでなかなかちょっと時間がかかってて、ようやく動画を撮ることができました。はい、で今回ね株に付けたパーツをちょっとご紹介したいなと思います。基本的に、電装部品になるんですけども、まずグリップヒーターを取り付けました。今これは電圧ですね。でこれを押すとスイッチがついて、今5色ついてるんで、5段階というですね、最強というか一番暖かいですね。でまあ押すごとに弱まっていくっていう感じですね。これでオフですね。はい、これでグリップヒーターつけたので、一応このナックルガードとね、グリップヒーターでかなり寒さ対策はできるんじゃないかなと思っています。それとね、このドラレコですね、前後のドラレコをつけました。でこれを、後ろだけ両方ね、前後両方を映すこともできるし、前だけとか後ろだけとか切り替えできるので、まあ、後ろだけにすると、まあ私はこのね、延長ステイを使ってるんでもう解決したんですけども、まあ、後ろは見にくいし、125の、まあ、補助的なモニターにもなってますね。で、まあ、ここに、フロントのカメラを取り付けています。で後ろはそうですね、こちらに取り付けています。ライブレコーダーを USB で、電源を取るようにしました。なのでね、このグリップヒーターと USB 給電をつけて、でドラレコをつけました。はい、それとね、それと、じゃあですね、こちらにね D ユニットっていうパーツがあって、アクセサリー電源をねこう1箇所飛ぶだけで、4つ分ね、電装部品を追加することができるので、このユニットをがね、あったので、グリップヒーターとね、USB 給電をつけたんですけども、まあ、あと2つあったん残ってるんで、ついでにねドラレコもつけようと思ったんですけど、でこれなんですけども、これはバッテリーですね、充電するのにいつなんかここを外さないといけないんですけども、まあ、ここからねバッテリーを充電できるようにしてます。いつもはここをね外してたんですけども、まあ、それ自体は大したことないんですけど、このベトナムキャリアをつけてたらね、ベトナムキャリアも外さないといけないので、それが煩わしくて、もうこういう仕様に変えました。で、当初ねこのレッグガードの外したフレームにですね、この D ユニットを取り付けしたんですけど、ちょっとなかなかね、レッグシールドがはまらなくって、でこのサイドカバーのところに D ユニットを移設しました。まあそういうことをね、し
したりしてたので、それでね、一回できたんですけど、またちょっとやり直したり、ね、まあそんな感じで時間かかってました。